深大寺バス停付近で7キロ、東名高速上り線は首都高速の八日料金所で8キロ渋滞しています。神奈川県道保土ヶ谷バイパスの下り線は上川井付近で事故のため、横浜横須賀道路の六ツ川料金所付近まで12キロの渋滞、この影響で横浜新道の上り線は新保土ヶ谷で6キロ渋滞しています。千葉県の国道464号線下りは船橋